今放送されているのは千葉さん対九太郎さん。さあ九太郎さんは、以前使ってたとは違いまして、お平手さん入って、平手と竹川と津田さん一緒ですけど島津入れてますね。島津の2色、先頭自陣に部隊を配置してください。続きまして、千葉さんは、長宗我部に、坂木原入れた感じ。はい、皆さんいらっしゃいませ。これでね、ぜひ最後まで見てていただけたらと思います。コメントの方で千葉さん人気が半端ないんですけど、千葉さん、千葉さんそんな人気なんですか？自演じゃなくて大手千葉シャーンまでありますけど。千葉さんちょっと、本山夫人抱くのに必死だから。そうなんですね、小帰りさんって島津限定でしたっけ。ちょっとね、まだ把握できてない新カードもあるんですけど、ただそれを、ね、予想外の使い方していくのが、これ千葉さんついに試合中にコメントするという荒技を。ただ無心に、千葉さん自演してないで試合しましょうよ。はい、ということで、千葉さん対九太郎さんの試合ですね。まあ、やっぱりこれは開幕のね、枚数差か、千葉さんがどんどん押していく感じですが、さあラインを上げて、坂木原が踏んだのが島津。島津忠之、悪しさですね。さあもう何人か潮に張り付かれてますけど、これは返せるのか。さあ切腹ジジイが死んだ。あ、はい、プレミアム会員さんの登録ありがとうございます。コミュニティ登録ですね。はい、ありがとうございます。さあ開幕、城を殴ったのは本山夫人。さあちょっと、九太郎さんの方の舞台が壊滅気味ですが、さあここから守り切ることができるのか。さあ白ゲージがどんどん広がっていく。さあここできた中カードと評判の、武野美畑。さあ城をどんどん投げていく。全然正々堂々じゃない。正々堂々じゃないですよね。勝負とは何なのかです。さあ80カウントでもうこれが城がもう半分近く削られてますね。榊原のこのね、四季語でこの四季語か、うん、この効果はちょっと強い。あーっと、ここで触ってしまった。今刺さった。さあ月下のマガンでここから反撃。さあ敵を逃がさぬよう、ラインを上げていきますが、さあ70カウントで早くも小口が開いた。千葉さん刺さるのうめえって。失礼します。無茶だったかよ。さあここで腹を切る。うわか、一緒に出ておくれ。隊列を整えよ。強せる。見えないとこからのね、長距離狙撃はちょっと怖いですね。ここから。さあここで呪縛、呪縛にすっぽりして、あと元山夫人で、連覚舞踊、これは回復効果目当てですかね。さあ榊原さんがどんどん削られていく。
ですが、ちょっと落とすことができた。失礼します。ですが、城の方はちょっと殴られてしまってますね。失礼します。さあ、50カウントで、夕方になりまして、置いたのは大筒。ここは引くといたします。さあ、民兵ですからね、これはあの復帰早いんですよね。で、ちょっとずつ回復効果も。失礼します。隊列を強めよ。さあ、ここでまた腹切り。さあ、ここで出た正々堂々かっこ笑い。いざ尋常に勝負された。尋常に、尋常に、そうか、尋常にだから、あの正々堂々とは言ってない。さあ、小返しの防備で何か城を守りたい感じでしょうかね。さあ、連突で、滝川和正を落として。あ、こいついつも腹切ってなって、あの腹切りしかやることないですからね、あのじいさん。さあ、大突一発を返して、さあ、連突を繰り返して、ここで城が落ちてしまったということで、千葉さんの勝利となります。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、では、画面の方は切り替えまして、ライハさん対眠りネズミさん。なんか道館が荒ぶってますが、かけようよと。武力23の、なんだあの速度。かけよ。俺がなぜ。で、続きまして試合の方、 A ブロックの最終試合となります、 LW の方さん対雪蘭さんの試合の方行いたいと思います。前の方にお願いします。この家康見るの初めてですね、銀河万丈さんの。銀河万丈さんはあの今回家康もう一個の方の、あのなんだっけ、あの和地図様の方もやってますもんね。今回あのグリーバと銀河万丈清っていうね、あのガノタの俺にはちょっと俺得なキャストだったんですけど、この調子で大塚京とか出てこねえかなと思ったんですよね。大塚京と銀河万丈揃えてメタルギアっぽい掛け合いとかやってほしいんですからね。さあ、ライハさんが城に迫り、貴重の一発がアウト、入らなかった。さあ、道館兵力ミニで頑張る。だって、ね、誰だっけ、あの中持ちのあんこニコスの84軍備中持ちのあの人、名前忘れた。加藤影明、地味な方の加藤さん、そう、あの人、まだだ、まだ終わってないとか言ってみたいなこと言うし、あえて言おう、なんだっけ、カスであるとじゃねえや、なんかそんなこと言ってたからな。あの人はあの完全にもう声優ネタバッチリじゃないですか。